こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5月後半に入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気はもうすぐ関東も梅雨に入ろうかという時期だと思うんですけれども、梅雨に入ってしまうと例えばレザーの上着とか雨ダメですからね。でもじゃあその先って考えると、梅雨が明けると今度は暑くなってきて、もうそんな服を着ている状況じゃないなってなっていくので、まあ今が最後というかね、この時期が、そういう衣類着る一瞬のきらめきというか、そんな感じがしていますけれども、音楽の話しようと思うんですが、4月の終わりにくるりという日本のバンドが新譜を出して、天才の愛っていう、アルバムタイトルなんですけど、僕は日本のバンドだとくるりが一番好きで、多分おそらく発表してる曲は大体把握してると思うんですけれども、ライブも何度か行ったことあるし、久々にね CD 久々に買ったなと思ってアルバム買ったんですけど、今回は天才の愛インスト曲がね、全体の中で何曲かあって、だからそれもあってかこうじわじわと染みてきそうな予感がしていますけれども、今のところだとやっぱり一通り聞いてみると、過去のアルバムにあったチリペッパーヤポネスを彷彿とさせるような、野球愛にあふれた、ね、文字通り野球っていう曲があったりして、ああいうのがキャッチーで印象的ですけれども、僕はくるりはワルツを踊れっていう2007年に出たアルバムからこう音源を追うような感じで聴き始めるという感じになって、その前から映画の音楽でよく使われていて、そこで聴いたりして知ってはいたんですけれども、こう音楽ファンとして向き合ったという意味ではそのあたりのタイミングだったかなと思い出すんですが、でそれ以降こう新譜発表されるたびに楽しみにして、でもなんかいつもこう新譜が出るたびに、まあこれもいいけど前のあの時期に出てたアルバムが一番好きかなみたいなことを思うこともあって、やっぱりアンテナがいいとか、やっぱりこう The World is Mine のあの頃の、雰囲気がいいとか、なんかこう好きなアルバムが変わっていくような感じで、なんだけどそこからまた数年経つと、その時新譜として捉えていたものが時を経ち、ああ振り返ってみるとあのアルバム今はこれが一番好きかもなって思うこともあって、だからこの2021年、の今で言うと、あやっぱ魂の行方良かったよなとか、あのルツボのボルツのあの時のメンバー構成も今振り返ると捨てがたいものあるなとか、こうメンバーの変遷が結構多いので、結構それでアルバムの雰囲気は変わっていったりして、だからまあ毎度毎度そうやってじわじわ新しいアルバム、曲たちを好きになっていってるのかなって、最近思ったりするんですが、今回の天才の愛もそうなるのかなと思いつつ、 CD っていうのを自分で久々に買ってみて、今回ブルーレイ付きでね買ったんですけど、そのブルーレイライブ映像がしっかり入ってて、まあびっくりしますね、そういう時代だよなと思いつつ、音源自体は、配信サービスとかでもすぐ同タイミングで上がってくるし、でまあね、どのアーティストも今は多分大体そうなのかなと思いますけどね、解禁してない、アーティスト少ないですよね。でその今回のくるりの天才の愛も、サブスク、僕が、ちゃんと聞くぞっていう時によく使ってるのが Amazon Music HD っていうサービスで、 Amazon がやってる Amazon Music に追加料金を払う形なのかな、まあ要はハイレゾも聞けるサブスクで、
まあそれをねこう聞いた時にどう変わってくるかっていうのは、まあ、CD に落とし込むなら落とし込むでそれでベストに聞こえるように作られているんだろうし、じゃあそこの Amazon Music HD で数値が上がったからじゃあどう変わるかっていうと、僕がこう聞き比べて分かるかどうかっていうのはよく分かんないんですけど、だからね、だから自分もあブルーレイ付きをせっかくだから買おうかなっていうんで買いましたけれども、こう CD の立ち位置って難しくなってるよなって思って、でその折しもタイミングよくニュースを見ていたらアップルが新しいサービスを始めると、で6月かららしいんですけど、まあ元々あるアップルミュージックがの音源をハイレゾ化、ロスレス化していく、まあ要は音質を全体底上げしていくっていう風な取り組みを始めるらしいんですね。ニュースによると追加料金もなしで聞けるようにするよっていう、まあもちろんそのそれをまあその数値で聞くにはいろいろこうデバイスとか、イヤホンヘッドホンが対応している必要があるんだと思うんですけども、まあ Amazon Music に対抗していく姿勢を見せたっていうところだと思うんですけどもね。だから Apple もそういうことを、 Apple はハイレゾに関心ないんだなっていうのがここ1年の、僕もいろいろこう道具とか買い揃えたり音についていろいろ自分でも意識的に撮ったり考えたりしていく中で、アップルはあんまりその、PC ソフトの対応状況だったりこのファイルは扱えないとか、まあ、もちろんそのアップルミュージックの、仕様だったりっていうそういう面であんまりハイレゾに関心ないのかなと思っていたところにいきなり飛び込んできたこのニュースっていうのが気になりましたね。まあ話戻して、クーリー好きだけどこれじゃあファンとは呼べないなって思った出来事があって、今年天才の愛っていう新譜が出ましたけれども、去年もアルバムが出ていて、これが THAW でそうっていうアルバムで、これはこの今まで、作ってたんだけれども未発表だった音源をこうまとめて出したアルバムだったんですけれども、これをですね、まあ、これもサブスクにあって、でその後に CD を出す形だったらしいんですが、まあ、去年の4月とか5月の頃だったので、まあコロナのごたごたをこうずっとこうニュースで釘付けになっていた時期だったからなのか、僕はこうあサブスクで聴けるかっていうのと、あ自分でもこの未発表の音源どっかには持ってるなと思って、 あのアルバムでついてたやつだよなとか、あのアルバムの初回に入ってたあれねっていうのがあったので CD は買わずに済ませちゃったんですよ。そしたら今回のアルバムを買って、でこうウィキペディアとかそのオフィシャルホームページとか見ながらなんか取りこぼしないのかなと思っていろいろ見てたら見事に取りこぼしてて、その THAW ソーっていうアルバムは CDフィジカルの CD 版にだけ入ってる曲があって、何曲かあって、それがその情報を見落としてて、その中の1曲がワンダフルライフっていう曲なんですけど、これ未発表曲で、でもこの曲知ってて2011年に、チオビタっていうあのね商品あれの CM のタイアップの曲として流れてた曲で、もう今在籍していないメンバーの吉田少年さんという人が作った曲なんですけど、その当時 CM 流れるたびに聴いてて、そのタイアップ続いてたのでずっと、あくるり今回この曲なんだ、あこの曲いいなと思って、早く音源化されないかなってずっと思ってた曲だったんですよ。なんであんなに良さげな、もう15秒だったり30秒だけだけど聴けるのは、あんなに良さそうな曲を音源化しないんだろうってこう10年間思ってたのがいつの間に出ててそれを見逃していたっていう、それがちょっと最近あの聴ける喜びと見逃していた自分のっていうそのへこみましたね。すぐ注文しました。だからねファンとは名乗れないなと思いました。僕が思うにファンとか、オタクですって言うんだったら全てそれは追いかけるものなんだと、何かジャンルしかりアーティストしかり人しかり、ファンですオタクですだったら大ファンですとかだったらもう全て追いかけなきゃだろうと思ってて、全情報全活動全記録を把握してこそだなと思ったので、僕は
好きですっていうしかないなぁと今回の一件を受けて思いました。くるりが好きです。そう、そこにね、なんかこうちょっと微妙なこう差異がある気がしてね、そんなことを思いました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム双葉さんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週 Spotify で楽しく聞かせてもらっています。私は都内で勤務する医療従事者です。先日2回目のコロナワクチンの接種を終えてきました。そうか、医療従事者からまずっていうんでね、やってましたね、ニュースでよく見ました。ワクチン接種に関して考え方や向き合い方は様々だと思いますが、内山さんの目に留まればと思いメールを送らせていただきました。以下簡単な体験談です。下に矢印をしてもらっていて、1回目の接種後はニュースでよく言われているように筋肉痛がひどく、今までに経験したことのない種類の痛みでした。腕を動かすと突っ張ったような感覚があり、髪を洗ったり服を脱ぐ時などいちいち声を上げてしまうレベルでした。痛みは3日ほどで落ち着きました。2回目は1回目の接種から3週間後に行いました。接種して数時間後から1回目と同じような筋肉痛に加えて微熱、倦怠感が出てきて、夜中には人生最高記録の熱が出ました。人生最高だから8度とかもしかしたら9度とか、わかんないね。スポーツドリンクと解熱剤を飲みながら朝を迎え、あら、仕事も休みましたが、昼過ぎには不思議なことにすっと熱が下がりました。腕の痛みもなくなりました。ざっくりですみませんが、以上が私の体験談です。反応の出方はもちろん個人差がありますので、必ずしもこういった症状が出るわけではありませんが、参考になれば幸いです。それではお体に気をつけてお仕事頑張ってください。副反応っていうらしいですね。ワクチンをめぐるニュースはいろいろ自分でも見てるんですけれども、まあ、個人的には早く打ちたいなって思ってますね。海外のニュース見てると、アメリカではどうのこうのとか、ここでは接種率が全体の何パーセントで、お店も開き、ここにお客さんが入って良くなってとか、マスクを外してもとか、そういうルールが変わっていく様をテレビで見ていると、ああ、なんか自分もワクチン打ちたいなって思うんですけれども。でも僕は今30歳で今年31歳になるので、31歳の、まあ、統計的にはまだ若者の部類に入ると思うので、医療従事者がまずやって、で、高齢者ですよね、次。高齢者の人にやって、で、こう優先順位やっていくと、そこからまあどんどん年齢下げてって、ちっちゃい子を優先するのか、次若者が来るのか分かんないけど、ご高齢の方で中年の方っていうて風に下がってくるのかなと、まあ勝手に予測してるんですけれども、まだまだ先で、どうなるのかなというふうに思っています。ただ僕は、コロナのワクチンじゃないですけど、インフルエンザのワクチンはここ何年も毎年、早めに打ってるので、あれも副反応っていうのでいいのかな。は、体験したことありますね。まあでもただ、その医療従事者の方が、いちいち声を上げてしまうくらいの痛みっていうのが、だから僕もそれは体験したことないのでわかんないですね。で、2回目やると、人生最高記録っていうこの人の場合は熱が出たっていうから、ああ、どんなもんなのかなと思いました。ラジオネーム。焼きのりさんからいただきました。滋賀県の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。コロナ禍での各お店の休業、それに対するお客様の目線、今回は内山さんからの感じたこと、店舗での接客業に携わる者として感慨深い思いでお聞きしました。私の働いている店の系列店は、大阪、兵庫、京都は、土日休業、かっこ近畿圏内展開チェーン方法。土日休業で、平日は時短営業で、こちらの県をもその流れに飲まれるのは、
時間の問題ではないかという覚悟のムードが漂っています。はあ、はあ、チェーン展開してて大阪兵庫京都はそういう感じで、滋賀県もまあその流れになるんじゃないかなと。営業していても来られるお客様は少なくガランとしています。密を避けるためにチラシの配布回数も減らしています。この状況でいつまで持つのだろうかという気配、いよいよ持久戦モードに入ったなというところです。企業に底力があるところはまず問題ないかなと考えていますが、あの飲食は大変な状況があって、でも新聞とか見ると、あの何過去最高益みたいな、この状況で、この会社は、こんなに成功してますみたいなニュースも確かに見ますからね。こんな時勢の中、希望はなくしたくなく、先日コロナが収束したら会おうと、他府県住まいの親友と再会の約束の地を決めました。再会の約束の地。大阪にある紅茶専門店、サロンド・テ・アルションです。サロンド・テ・アルション。応援の意味を込めて、通販で茶葉を購入し、これはコロナ収束まで続けようかと思っています。内山さんはお店への応援的な意味で商品を購入したりしますか？また日常が戻ってきたら何が一番やりたいですか？紫陽花が美しい季節になってきました。不意の雨に濡れたりされませんようお気をつけくださいね。僕はだいたい折りたたみ傘を、出かける前雲行き怪しそうだったらカバンに忍び込ませているのでだいたい大丈夫ですね。次回のラジオも楽しみにしています。なるほど。また東京と雰囲気違うでしょうからね。大阪のニュースも連日見たし、それでそこと近い滋賀県はこういう感じですよと。お店への応援的な意味で商品を購入したりしますか？まあ応援っていうほど大げさなことはしてないんですけど、僕は自分で料理全くしないので、外食はよく行くんですけど、で時期によってはお休みに入っちゃうお店も確かに自分がよく食べに行くお店とかでもあったので、あと営業時間が短くなったりね、あもう閉まってるんだとか、だからこう普段のルーティーンの一食分の注文に一品加えるとか、こうデザート頼んじゃうとか、まあそれ自分を甘やかすっていうのも多分に含まれてるんですけど、どう見ても一品デザート加えてみるとか、でまた次の日食べに行って違うお店に行ったとして、あ昨日甘いもの食べちゃったから、じゃあ今日はなんか、ノンアルコールの、そうお酒出せないっていうのがね難しいですよね。そうだから各店ノンアルコール系充実させてて、こうメニューにこう一ページだいたいそういうのが加わってて、ノンアルコールのドリンクちょっと一品頼んでみようかなとか、それくらいかな。応援っていうほどじゃないですね。うん、余計な一品をそれにかこつけて頼むくらいですね。日常が戻ってきたら何が一番やりたいですか？知り合いと会いたいですかね。その高校の友達とか会ってないのでリアルでは。だからどのタイミングかなってわかんないけど、みんなワクチン打ったらでいいのかな。ちょっとそれもよくわかんないけど、それくらいを目安としてあって、面と向かって喋りたいなーって思ってますね。お酒飲んだりして、それくらいですね。はい。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーでは皆様がどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいています。ラジオネームゆっこさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。初投稿です。いつも楽しく拝聴させていただいています。私は音楽大学で音大オーボエという楽器を専攻している学生です。大学3年生。
音楽大学の授業や一日の流れは少し変わっているのではと思い送らせていただきました。以下がある一日の流れです。7時、起床。早い。まあ普通か。7時から8時、朝食、身支度。8時から8時15分、駅まで歩く。8時20分から9時、バスで学校まで登校。駅まで歩いて、駅からバスに乗るってことかな？で、バスで学校まで40分ぐらいかかるのか。9時10分から10時35分、一限。一限っていうもう響きが懐かしいですね。空きコマなので楽器の練習。空きコマね。空きコマっていうのが発生しますね、大学は。僕は大体図書館で、なんかこう雑誌読み放題とか新聞が並んでるところあったから、そこでいろいろ片っ端から読んでたかな。バックナンバーとかも含めて。10時50分から12時25分、2限。吹奏楽の授業。全員で実際に曲を吹きながら授業を行う。私の楽器は音がさほど大きくないので、吹奏楽をやると全く聞こえなくなるので、正直この授業は楽しくない。そうか。いろんな楽器の人が一気にこう演奏して、それ練習になるのが聞こえなかったらね、モニターみたいのが取れないんだ。自分の音をこうリアルタイムで確認しながら演奏するとかができないのか。難しいですね、それだと。確かにね、それ有益な時間になってるのかしら。12時25分から13時、昼食。13時5分から14時35分、3限、作曲法の授業、作曲の仕方について学ぶ。へぇ。14時45分から16時15分、予言、器楽実技研究、括弧、主科、主な、科目の科。プロのオーボエ奏者の方からレッスンを受ける。厳しいレッスンで泣きそうになりながら耐える。あら。16時25分から17時55分、語源、ソルフェージュ。なんか聞いた覚えあるけど。和音、メロディー、リズムを先生がピアノで弾いているのを耳で聞いて楽譜に書き起こす。ほー。調子が悪くて音がいつもより取れないときは楽譜を破りそうになる。それは何？こう絶対音感とか相対音感とかそういう話なのかな。楽譜に起こすって大変ですね、それやん。楽譜を破りそうになる。アンガーマネジメントが大事になってきますね。難しい。18時から20時、放課後、楽器練習。小腹が減ったら自販機でお菓子を買う。コロナの影響で短縮されていますが、通常であればみんな22時まで残って練習して帰ります。そんな遅くまで、あらー。20時から21時、バスで下校、括弧爆睡。21時から21時15分、駅から家まで歩く、21時15分、帰宅。帰ってきてから24時に就寝するまで好きなアニメを見たりしています。他にも、日本の伝統音楽という、琴、尺八、琵琶、三味線など、日本の伝統的な楽器や音楽史について学んだりする授業など、音楽に関する様々な授業があります。このように個性的な授業を受けていると、友達と大学の話をするときに、自分だけ話に入っていけずに、アウェーな気持ちを味わっています。あ、そっか。音大以外の大学に進学していた人と話が合わないと。内山さんは大学時代、どのような授業を受けていましたか？よろしければお聞かせください。ということで、音大に通っている方からお便りいただきましたけれども、確かに、まあ通常であればっていう過去書きがつくとはいえ、10時まで、夜の10時までやってたらね、ちょっと遅いからもう帰って寝るしかないよね。一般的な大学生のイメージだと、例えばこう、じゃあ授業片付けたらバイトとか、サークルとか、二十歳超えてたら飲み会だとか、そういうイメージあるもんね。ちょっとそういうのだと捉え方が違ってきますね。自分だけ話に入っていけずにっていう現象もあるかもしれない。
で、内山さんは大学時代どのような授業を受けていましたか？まずは、1、2限を切る。起きるのが難しいから。午前中には行かない。必ず午後からスタート。で、第二外国語はドイツ語で、2年生までやったんだっけな。忘れちゃったな。最初の方で必修の科目とドイツ語と、まだその頃は英語もやって、で、あとは自分で講義、取ってって、組み立てていくんですよね、自分でカリキュラムを。で、空いた空きコマは図書館とか行って雑誌読んだり、映画の本読んでる時が多くて、興味の赴くままに取ってったんで、空きコマがすごいできちゃってましたね。サークルは全然やってなくて、で、どんな講義取ってたかって思い出すと、必修のもの以外だったら映画系で面白そうなやつとか、アート系のやつとか、なんかこう、ヨーロッパのアートアニメとかを見る授業もありましたね。そういうの行ってみたりとか、ちょっとこう変な雰囲気ありそうだなっていう授業を選んで行ってみたり、興味の赴くままに。で、まあ基本は文学系の学部だったので、ゼミは、文学批評系のゼミに進み、3年生、4年生はそうやって、で、ゼミの仲間もできたりしてっていう流れだったかな。そんな感じですかね。今もあるかわかんないけど、早稲田大学にいたんですけど、早稲田は学生が、あれもサークルなのかな？有志で作るマイルストーンっていう雑誌があって、それをみんな春になると近くの本屋さんに並ぶから買って、この学部だとこの講義が、出席取るのがこういうスタイルだから楽に取れるよとか、レポートが難しいよとか、テストで大変ですよとか、こう、攻略法が書いてあって、それを読んでこう、組み立てていくだなっていうのが懐かしいですね。そんな感じでした。引き続き、こんな感じで皆様の一日のタイムスケジュールを送ってみてください。何でもいいので送ってみてください。メールお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。しばらくは誕生日、そして誕生日プレゼントについての文章が、連載される予定です。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルも作りましたので、そちらもぜひご活用ください。それではまた来週。さようなら。